はい。皆さん、こんばんは。万転さんです。えー、配信遅れて大変申し訳ございません。ということでね、早速見ていきたいんですが、えー、今回ね、565回 F セットで声結けになっております。今回ね、F セットだったんですけど、そうですね、セットの傾向といたしましては、えー、あまり、セット機に関しましては、あまり出てない感じで、位の語りに関しましては、まあ、今回、1の桁3つというと,ところでね、やや、えー、収束厳緯のとこありますけど、まあ、全体的に目はそんなに、えー、セットの傾向出てないような感じですかね。 えー、今回ね、えー、出た数字、えー、7個のうち、えー、7個のね、平均がだたい110なんで、えーまあ、平均よりは若干、えー、偏りの、えー、方向で出るという感じですかね。今回ね、注目していただきたい点。えー 何点かありまして。まあ、一つは、まあ、あ素数3つというところで、これはですね、えー、ここですね。えー、素数はね、特にね、えー、2個がね、あの、期待値に対して、えー、そこそこ出てるんで、他のところもね、あの、他のところは、その、ね、あんまり期待値に到達してないんですけど、まあ、まあ、期待値近く出てるんですけど、特にね、3個以上がね、あのー、ちょっと期待値、えー、届いてないとこ多いんで、まあ、えー、この辺ね、埋めるような感じで出てくる、 ねこともあると思うんでね特にね、えー、4個とか5個とかねこの辺がね、えー、ポツッとね、えー、またその埋めるような感じで出てくる可能性ありますんでこの辺ね注目していただきたいですねまあまあ5個もねちょっとまあ私の場合はこの辺ね、えー、ちょっと大穴狙いでこの辺ね えー、最近ね狙って選んでるんですけどまあまあこの辺はねまあ確率自体が少ないですからねもう出たら結構大穴みたいな感じでねなるんでまあその辺ちょっと注目していただきたいですかね。あとですねえっ、ー、とそうですね今回ね出た数字のうちねえっ、ー、と9とえ30でしたかねまあこれがまあ前回出た数字というところでね え前回出たボーナス時の一致数が、まあまあ、ここなんですけど、ここはね、日光が特にね、期待値に対して他ねの個数に比べてね、期待値に対してとあの出てないとかあるんで、まあ今回これを埋めるような感じで出てるんですけど、まあまあ、今後もね、この辺、まあ比較的まあまあね、 え、埋めてくる可能性ありますんでね。えー、もしね、えー、前回ね、数字、えー、選ばれるときはね、あのー、まあ、あのー、 前回出た数字の中からまあ2つ選ぶのもね、もしかしたらいいんじゃないかと思います。あとですね、えー、今回、えー、ですね、えー、まあ11番出ましたけど、えー、まあまあ11番もちょっと間開き始めてたんですけどね、えー、ここで開き始めるところでまあまあ出たというところでね、えー、ね原稿をね、えー、とあの前回、えー、から、ね、10回以上空いてるのが、えー、まあ25番。 というね、一つというところだったんですけどね。まあ、今回出た36番もね、えー、実はね、これ、えー、今回出なかったらね、えー、ここで言うところでね、青いバーになって、まあ10回、十回でちょうどね、11回目に出たというところでね、まあまああの、間空かずに出たというところでね、あのー、そうですね、えー、現状ではその25番だけ間空いてるんで、まあこの辺もね、もしかしたらね、えー、そろそろ出始めてくるかもしれないんで、まあ現状はね、えー、1 何ですかね、えーまあえー、7回ぐらいですかね、なんかでここでいうところの黄色のゾーンなんですけどね、あと、ね、2、3回したら、えー、緑の、えー、このゾーンに入っちゃうんで、もうそろそろ、あのもしかしたら出るかもしれないの、ね、で、この辺も、ね、注目して、えー、見ていただきたいと思いますということで、来週の予想ですけど、えー、こちらが偏りのある数字となっておりまして、えー、こちらがセットごとの予想となります でおりまして、えー、こちら総合の予想となっておりまして、えー、さらに、えー、私のあの主、ー、導で選んだ大穴狙いの、えー、まあまあ総数5個のやつがねこれとなっており、まあこの辺はあまり見なくていいかもしれないですけどね、まあまあ、えー、参考にしていただければねいいんじゃないかと思いますということでね、またね数字あのデータ見るねご覧になりたい方はねリンク貼っておきますのでそちらの方をご覧くださいということでまた来週さよなら。